お疲れ様です。ラットです。シャーキングです。シャーキングです。ちょっとびっくりしました。ちょっとびっくりさせようと思ったんですよ。ラットさんが行きますとか言って。お疲れちゃんですって言う。だからもう総合脅かせ、脅かして、やっぱ、素の状態を視聴者さんに見せたい。やっぱり。びっくりです。まあまあ、はい、ごめんなさい、先生。雑談さんでした。何ですか今日ですね。うん。久しぶりに10秒デッキやろうと思います。出た。出た、10秒デッキ。ロイホグデッキで。ロイホグ ?10 秒デッキ作ってみた的なのを、やっていきたいと思います。ロイホグ10秒デッキ。いや、まあ理論上、うん。まあそれ10じゃないや、みたいな。気持ちです、気持ち。もう気持ちいい。うん。もうロイホグプラスのいっぱいのこの軍勢で。じゃあ、一世のせいでロイホグ出して、ロイホグ今あれ、うん、4、ん ?4 体 ?5 体 ?4 体ですね。4体か。なんだよ。4体で、ロイホグ使わないからさ。あの4体、8じゃないですか。はい、8、ウィーンつって。で、クローンで 16? そうです。でもなんか、フリーズとかしちゃって。なんかランバーとかいったらレイジでバーンでも。ワンチャン10秒いけんじゃないですか。もうワンパンっすね。もうワンパンで持っていきたいですね。で、ワンパンからのワンパンってことですか。はい。いや、それきちいでしょ。いくらラットさんの腕前があっても。相手が落ちてくれるのは。落ちてくれるまでやる。確かに。落ちればいけるから。確実に。あ、ナイスナイス。なんかやばいこと言ってる。確かにね。ちょっとね、はい、演技悪いですからね。はい、落ちるとかよくないですか。はい、というわけで、まあ、ちょっと作りますよ、じゃあ。そう、今からっすね。でも火力ある系いきたいですね。なんならキングウラロイホグとかでもありワンちゃん。キングウラロイホグ、キングウラロイホグって何ですか。スキラーみたいな感じですか。今のしないっすか。しないっすか。今の珍発言ですよ。今の謎でしょ。珍発言ですよ。今のなんだよマジ。キングウラロイホグはなかなか謎っすけど。それ謎っすね。ランバーとか、まあ、あのカルカルっすよね。カルカル。カルカルさんで。カルカル。でもなんかガゴムレとかも気持ち欲しいんですよね。なんか。火力あるじゃないですか。確かに。僕はでもガゴムレ苦手なんですよ。おや？じゃ僕フリーズとかでいきます。うわ、めっちゃいいそれ。フリーズ。フリーズ大好きマン。バルーンとか入れちゃダメですもんね、だって。ダメっす。ダメっす。もう、それ実はバルーンで削ってたみたいな。それよくない。実はバルーン説あるっすね。じゃあまあまあ、アイゴレと一緒に入れて。何入れます？まあ、キョウキョウさんにクローン頼むんで、僕は。まあ。雪玉と。まあ、こういう感じでいっちゃいますよ、もう。鬼公開。もう 2.2 ロイホグ。おや？めっちゃ早いじゃないですか。めっちゃ早い、もう。もう早い。俺、キョウキョウさんの時やばいですけど。ちょっとやばいですけど。いやいや。何ですか？いや、これがいい強いんですよ。作り直しっす。すぐ怒る。アイゴレは意外といいのかな。アイゴレ変えていいですか。あ、ランバー欲しいですか。ランバー、そうなんですよ。ランバーが欲しい。じゃあランバーいきますよ。じゃあお願いします。いいんですか、ランバー入れちゃう。ランバー入れちゃう。いや、僕はランバー入れたらそれもう10秒いっちゃうなと思ってわざあえてやらなかったんですけど、もういっちゃっていいですか。じゃあもう入れちゃっていいっす。じゃあいっちゃいますよ。はい、ランバーどこ。はい、ランバー、ランバーはこれどこですか。あ、ミラーっすね。あ、ミラー確かにいらないっすね。まあでもそんな感じいいんじゃないですか。僕もできました。行きましょうか。行きましょう。やっちゃいましょう。友達と遊ぶラッドさん。行きます。お願いします。いや、これ行きたいな、マジで。いや、これ行けるんじゃないですか、これは。僕ら意外と数々の10秒デッキをクリアしてきた族なんですよ、ね。スケフリとかね。そうなんですよ。スケフリとゴブリンバレルで落としてくるっていう。あ、これちょっと、もう右側このまま行きたいですね。もう、あ、左にします。左にしますか。左ランバーとロイホグ出してもらいます。わかりました。あざっす。ほら。よし。でもクロー、うわぁ、やば、やばいやばいやばい。ちょ、やめて。いや、でもこれ、うん、なんでバルーン切りこっち来んの。うわぁ、完封された。そんなことあるっていうぐらい。僕らの10秒終わったんですけど。そんなことあるって。いや、まだわかんないっすよ。あ、そうなんですね。もうしかも回転早いんで僕ら。そうです。うわ、もう5ないでしょって話。そうなんですよ、もうないでしょって話。まあまあ、こういった落ち着いて。いった落ち着いてですね。でもう一回今度は、じゃあ今から10秒みたいな感じです。今から10秒っす、だから。で、ロイホグ。回ってないんで。そうですね。じゃあ、後、どうしますか。一回なんか適当に回して、てかまあ、ランバープラスのロイホグやりたいですね。じゃあ次、ロイホグ来てます。あ、次です。もう左側、もう、行きますよの構えです。行きますよのか。あ、おお、危ない。え、なんか今、危ない動きした。迷子だって。怪しい、今、完全に。いいっすよ、飛ばして、からの、遅れてからの、ほら。よいしょ。いえ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 。お、いや、いい黒。うわ、待って、10秒あんじゃないの。え、ワンちゃん。
なんやねんこれ。相手綺麗でしたね、ボーイ。相手綺麗。あ、危ねえ。もう知ってた。知ってないわ。ね、ミニペに削られちゃったらもったいないと。もったいない精神ですから。もったいない。もういけるんですか、もう10秒。10秒。経ってないですけど、もう、あ、経っちゃった。違う？まだ経ってない。まだ経ってない、まだ経ってない。いいちってやつね。気持ちが出た出た。よくある、よくあるやつね。長いやつですね、1秒が。いいち。ちょっとまずいぞ、これ。まあまあ別に急、あ、うん、急範囲ですね。急ですね。急ですね。あの、これ何か、どうにかしていける方法ないですか？いや、もう早く持たれてたら、なんか、あれみたいな。これ、運ゲーってことでいいですか、じゃあ。はい。行くしかないですよ、もう。もう行くしかない、こんなん。これでも、あれじゃないですか。ファイブクじゃないですか。よいしょ。で、お、ふっ、あよけ。いやー。はい、お疲れ様ですって感じじゃないですか。どうなんですか、先生。これもう、あれじゃないですか。まあ、無理じゃないですか。まだ迷いますかね。いや、無理って言ったら無理なんですよ、先生。そうなんですよね。無理って言わなければ無理じゃないんですよね。こっからっすよ。もうすでに10秒こっからっすか。あと2分じゃん。あ、終わった。もう2分デッキでいいんじゃないですか。もう2分普通っすよ。ここで、はい、皆さんね、どうせねトレンとか使いたがるんですよ。これ右になんかワンチャン狙ってもらえます。でこう来たと、で来たと、はい来たと、あばよと、じゃあの、あばよ、あばよと、あばよ。アットさんで無理ならもう無理ですよね。無理です。いやでも何か知らないといけないですか。いやそうですね、結構あの、うん、気持ち運が悪かったと思えば。あと反省点としてはやっぱ10秒デッキも、はい、最初は相手にザップとかローリングウッドとか使わせた後に攻めるじゃないですか。確かに。だから僕ら結構ね焦っちゃってた。しょっぱなでいっちゃったっすね。しょっぱなから攻めちゃった。受けてからの10秒っていうわけで、うん、ちょっといじりますか。確かにちょっといじって頭を使ってガチの方で10秒でガチの方でいきますか。じゃあエリポンとかも立てて。違う、やっちゃいます。じゃあ違います。いやでもファイブを使わせたい。あ、そうなんですよね。攻め始めてから10秒で落とすっていう感じですね。そう、それでいきましょう。そうです、攻め始めてから10秒なんで、ガゴ群れとかはだからなんか適当に流しといて、ワンチャンあるんですよマジで。使えよと。で、ホーグドルネですよね。で、もうガゴムレランバーのフリーズ。ガゴムレランバーのフリーズ。フリーズ。もうそれ、ロヨ関係なくなってくる。先生。誰も気づいてないって言いますけど。先生。はい。影にはロヨがいます。あ、影にはね。はい、そのガゴムレの下にね、こう、ね。そう。あ、大事。それ一番大事言ってくれないと。見えてないですよ。見えてないだけ。見えてないだけ。それ大事です。そういうことです。大丈夫な。なんか、はい、どうしようかな。オーブンとか入れた方がいいんすか。入れない。ないこともないですね。もう一気に持ってきたいんで。あ、うん、気づきました。キョスキス。キョスキョスでいきましょう。キョスキョス？キョスキョス。いいんすか、キョスキョス。最近すごいのが、うん、この子重たくなったんで、うん、だからタワーに届いてないのにこの辺でクローンしたら押されてもう前に行っちゃうんですよ。こうやって。行っちゃうんすよ。クローンで。うん。あ、だから、擬似的に、強制的にタワーに近づけるっていう。えぐ。で、もう爆破して、みたいな。だから、キョスケクローン流行ってんすか？その範囲。そういうこと？なんで俺知らんかった、俺。キョスキョスで。キョスキョスで、僕はキョスキョスじゃなくていいっすよね。はい。だから、いわゆるキョスですよね。僕、キョスです。で、僕はキョスじゃないから、いわゆるキョスキョスではないです。あ、そうです。どうでもいい。はい、どうでもいい。まあでも、普通にもう、これの後ろに大量漬けみたいな。大量漬け。いきますよ、じゃあ。これでいいですか？まあ、それでいいですね。アイスピーだね。さては。あ、でも、高回転。気持ち高回転。これでいきます、もう、これ。じゃあ、ホバリングいらねえな、これ。帰れ。帰れよし。じゃあ、お願いします。友達ラットさんで。大先輩。いや、やめてください、本当に。本当にやめてください。いや、さすがに僕は多分一緒だっても友達とは呼べないっすね。いやいや、だからその不思議な関係だよねって前も話したんですけども。不思議っすね。いや、ほんと不思議。だから、そんなパートナーみたいな感じですよね。ビジネスパートナーって言うんですか？ちょっとかっこよく言うと。そんな感じですかね。あ、なるほど。あ、これ、あい。あべ、違う、これ絶対違うでしょ。あ、いいっすね。これ、ちょい、なんか、暇なんでガゴムレマちゃん飛ばしてもらってもいいですか？暇なんでね。はい。暇なんで。暇って、ああえげつい、ワンチャン。マジでこれでもファイブきますね。はい、でここで、ここはい、使いました。じゃあ僕はもう8溜まっちゃう、いっちゃっていいっすか。もう
バチ溜まったら、そうですね、ポンポンで、僕それにカゴブレつけるんでって感じですかね。いいですかそれ、やっちゃいますか。お、これ無視、これ無視でいきましょう、無視でいきましょう。よいしょ、あ、オッケーオッケー、フリーズがない、行き止まで、あ、出た、バルキリー、待って、うわー、なん、メタやん、これメタ、これも、これも、これも、ファックって感じですね、マジで。やばい、ちょっと早くこれ、焦った。いや、いいです、いいです、素晴らす、素晴ら、素晴らす、わあ、選挙選挙、ああ、気持ちいい、あ、これいらない、絶対いらない、これ、いいっすよ、だってこの、この吹き矢ちゃん痛いんで、うわあ、すば雪っすね、すば雪、すば雪、ゆきちゃん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 ね、ゆきちゃん見てる、誰誰やねん、誰やねん、誰っすか、マジで、僕、小学校の友達いますけどね、確か、確かね、ゆきちゃんっすか、はい、じゃあ、これなんか、もう、いい感じ、形作ってワンパンしましょう。ワンチャンいいっすね、ワンチャン、ワンチャンワンパンゲーミングで、でもファイボとトルネとバルキリー甘えてんな、あ、虫、甘えてんな、マジで、そのバレルは甘えてる、分かんないけど、飛ばします。で、ここでガゴムレちゃん行きます、ガゴムレちゃん行くと見せかけて、で、あ、で、ロイフグちゃんからのみたいな、ファイボ使わない、いや、もう僕こっち、いや、ダメ、いや、いいっすよ。で、これ右がクローンで行きます、やべえ、えげつい、ほんまでっか TV、 すごい声が出たけど、いやでも言ってる、どういう、いや、これあれですね、ちょっと勝ちたい、ただちょっと勝ちたいですね、ちょっと勝ちたいですね、本気モードっすね、うん、ただ勝ちたい、いわゆる、いや、いい受けっす、あ、まあまあっすね、まあまあっすね、これもうあのランバイ返したいんで、これにあの僕、あ、いいっす、俺はいっちゃいましたもん、よいしょ、行っちゃう、行っちゃう、行っちゃうしかないですよ、これも、あ、あ、あー、いた、おー、いけ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 、逃げ、逃げ、これなんか、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる、これなんか、これなんか、これなんか付け足したいけど、あれ、あ、時すでにお寿司、時すでに、これホーグ来るんじゃないですか、あ、これなんか普通に、普通に勝ったっすよ、10秒とは、10秒とは、まあメンタル10秒でしたけどね、メンタル、そう、僕らはメンタル的に10秒だった、うん、もう完全にメンタルは10秒、よし、10秒で勝った、もうグダグダやな、これ10秒とはですね、いやでも10秒でしたよ、10秒とはでいきますかね、今回のタイトル、なんでチャットすぐ抜けちゃうんですか、危なかったな、危なかったなっつってんの、僕危なかった、一生懸命ね、一卒しようとしてんのにすぐ抜けちゃうから、ガンムシでした、ガムシでした、いやでもね、反省点はありましたか、はい、反省点は、うん、そうっすね、でも僕はね、この企画やる前にね、あ、いけんじゃないかなと思いましたよね、いや僕も正直思ってました、そう、ロイホグクローンとかって適当にやられる、いきなりやられると結構辛かったりするんで、はい、いけんじゃないのかって思ったんですよ、いや僕もいけるんじゃないかって思ったんですよ、ただちょっとやっぱ敵は甘くないですね、そうっすね、でもバルキリーとか流行っちゃってるんで、そう、もうバルキリー、バルキリーでしたね、そうそう、だって絶対みんなバルキリーとファイブ入れてましたから、うん、いじめかって感じですね、だからライキさんみたいになってる、いや絶対映ってるんですよ、いや、やりますよ、あの人、あの人めっちゃやりますあ、やれ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 ライキさん、マジね、ライキさんのこと褒めますけど、やっぱ常にポジティブでいいですね、本当に僕は好きですね、なんかこう一緒にいてポジティブになりますよね、多分キョキョさんがポジティブなんで、いやいやいや、ライキさんも映って、あ、それはいい話、そこがもうポジティブ、ポジティブなんで、めっちゃいい、いや一緒にいて楽しかったんで、楽しかったというか楽しいんで、すごく僕は幸せな気分になりました、ありがとうございました、だから今ちょっとライクさんも、あれ俺のこと言ってるってニヤニヤしてます、横にいるんで、そこいるんで、はい、横にいるんで、ニヤニヤしてます、やるのよ、やるのよ、はい、というわけでガイアラリキョキョさんのチャンネル獲得で、皆さんぜひそちらからチャンネル登録と、あと僕らのコラボ動画めっちゃ、まあ、撮ってるんで、ぜひそちらも、はい、見ていただけるといいかなと思います、というわけで終わりにしたいと思います、お疲れ様でした。